波、小野田隆夫。波は寄せ、波は返し、波は古びた石垣をなめ、日の当たらないこの入り江に。波は寄せ、波は返し。私は20年前、19歳の時に、義則を妙子から奪い取った。妙子の母が亡くなって、九州の実家に帰っている時、二人が同棲しているアパートの部屋で、私は義則を妙子から奪い取った。東京に戻ってきた妙子は、涙一つ見せずに出て行った。けれど、一言私に言った。とも子、お前、バカだね。義則は大田区役所に勤め、売れない詩を書いていた。25歳だった。妙子は大森駅前のバーで働いていた。あの頃、30歳くらいだった。私はあの頃も今も、大井競馬場の馬券売り場で働いている。波は寄せ、波は返し、下駄や藁くずや油の筋、波は古びた石垣をなめ、波は寄せ、波は返し。草野心平の窓という題名の詩が原稿用紙に万年筆で書かれて、義則のアパートの北側の壁に貼り付けてあった。波は寄せ、波は返し。私と義則は1年ほど続いたが、そのうち彼は鮫洲の居酒屋の女と暮らし始めて帰ってこなくなった。私は10日ほど窓という詩とにらめっこをしていたが、その詩を壁から剥がし取ってそのアパートを出た。それから数年が過ぎた。馬券売り場で一人の男が私を好きになった。少し交際して結婚した。真面目な男だった。京浜急行の青物横丁の店員だった。きちんと結婚式も挙げた。けれど、6、7年過ぎた頃、彼の職場が横浜の小金町の駅に移り、一月もしないうちにチンピラの喧嘩を止めようとしてナイフに刺されて死んでしまった。波は寄せ、波は返し、波は果て知らぬ外海に戻り、雪やみぞれや晴天や億万の年を疲れもなく、波は寄せ、波は返し。私はいつも一人だった。羽田空港に近い穴守稲荷のある町で生まれ育ち、一人っ子だった。父と母は小さな町工場で朝から晩まで働いていた。私が高校に入る頃に父が死に、高校を卒業する頃に母が死んだ。私たちの家は小さなマンションの11階にあり、南の窓から海が見えた。沖の方から白い波が走ってきて消えていく。そしてまた走ってくる。父は工場で事故で死に、母は高血圧で死んだ。どちらの時も私は海を見つめた。聞こえるはずのない波の音を聞いていた。波はよみがえる。
人は死ぬ。私は今日まで幸せだった。寂しかったけど幸せだった。きっと誰かが帰ってくる。波が帰ってくるように。波は寄せ、波は返し、波は古びた石垣を舐め。